はい。皆さん、こんにちは。りょうです。今日も今日とてマニアックな話やっていこうかなというふうに思うんですが、今日の話はね、しっかり理解できたら、知識上級者と言ってもいいレベルの、えー、大事なね、お話になります。というのも、うちのチャンネルってやたら演術をしてるじゃん。うん。 なんで演術をしてるのかっていうのを、えっ、ー、と、理解してもらうために、えー、今日はビルドと派生の選び方、あるいはビルドと戦技の選択の広げ方の話をね、えー、やっていきたいなっていうふうに思っております。で、私がこの話をしようと思った発端の話なんだけれども、私のチャンネルってさ、居合使ってる時に、技量特化のキャラクターでいつも使ってないんだよね。みんな気づいてる。 使ってません。なんでですかって言われると、技量特化で居合使わないといけないっていうルールが、エルデンリングには実を言うとないからです。ないんよ。 で、少し前にも、えっ、ー、と、EIVS 構えの解説の中でですね、えっ、ー、と、いただいた意見の一つにですね、EI を使うってなったら、まあ、技量特化のキャラクターが当然いいって話になると思うんですけど、技量特化で運用するってことは、筋力に触れなくなるから、まあ、大盾とか、まあ、そういうね、ちょっと重たい系の武器が使いにくいキャラクターになっちゃうと、まあ、レベル上限をある程度設ければっていうね、前提の上の話なんだけど、そういうところがあるから、私は構えの方がいいのかなって思ってました。 というような感じの意見をいただいたんですが I イ,イ,イコール技量っていうのが果たして正しいのかどうなのか皆さん答えをちゃんとお持ちでしょうかというわけで検証してまいりましたデータの方がこちらになります あ、これは、ちなみに、ガチの完全部外費なんでね。えー、そこのところよろしくお願いいたします。で、今回、乾燥世界のマレニアに対して、EIR2 のダメージが各派生と、えー、っと、各ステータスの振り分けによって、どのぐらいのダメージになるのかっていうのをね、えー、一覧に取りまとめてまいりました。左から、イ利派生のプラス0、A 利派生のプラス25、霊気派生のプラス25。ここまでが、技量を上げて、えー、っと、比較したデータになります。技量を15、20、30、40って上げていった時のダメージね。で、右側 の2つ、神聖のプラス0と神聖の25に関しては、進行を15、20、30、40って上げていったものになります。技量は15の初期値のままね。で、形でそれぞれデータの方を取りまとめたものになるんだけど、全部を見ていくとすごく長くなるので、ポイントになるところだけね、えー、かいつまんでお話をしていこうかなっていう風うに思うんだけど、まず技量15の鋭利リ25のところを見てほしいんだけど642のダメージになるんだよね。で、霊気はっていうと678、神聖はっていう と、えー、とえっでのダメージになりますこの段階では、技量系戦技の EIR2 のダメージは、A 利派生を採用するよりも、いわゆる属性派生系統、霊気、オア、神聖オア、演術だね、えー。こういう系統を採用してもらった方が、ダメージが単純に高くなってるよっていう部分になるんだけれども、一番高い申請と鋭利が入れ替わるタイミングはどこかっていうと、 技量20から30の間になるんだよね。まあ、大体25ぐらいのとこだと思うんだけれども、技量30の段階で826のダメージが出るエイリ利の25強化に対して、申請の方は794になるから、ここでダメージが入れ替わるんだよね。で、ここからさらにどん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 各ステータスを伸ばしていって、 だ、最終結果だね。99のところのダメージっていうのを見ていってもらいたいんだけれども、A 利のプラス0の場合は、最終171だったダメージが最終304まで伸びて、結果としてダメージの倍率としては、初期値から最高値までで比較すると1.78倍まで伸びてるんだよね。で、 エイリの25に関しては1.9倍。これが最高の伸び率になります。で、一方、属性派生系と霊気申請、えー。この辺を見ていくとですね、霊気は1.43倍。申請に関しては1.36倍で、一番伸び率が低いです。で、これと合わせて次の表もちょっと見てもらいたいんだけど、で、この表は、エイリプラス25の表示火力、そして戦技アルツのダメージ。 で、表示火力とダメージの倍率っていうのをそれぞれ並べています。で、次が神聖のプラス25の表示火力でダメージ。で、表示火力に対するダメージは何倍なのかっていうのをそれぞれ並べてるんだけど、で、見てほしいのは、エイリーの15のところ、表示火力が352になってるじゃん。ダメージが642でしょ表示火力とダメージの倍率っていうのは1.8倍になります。1.82倍。で、これが、技量99になると、615まで表示火力が伸び いんの これ伸び率で言ったら1.75倍伸びるんだよね。技量15から99まで上げた時に1.75倍基礎火力が伸びてます。それに対して申請はどうかっていうと、申請の15、表示火力は524です。これ物理も、えっ、ー、と申請も合算した数字ね。524なのに対して、99のところを見て691しか表示火力ないの。つまりステータスを15から99まで上げたところで伸び率が1.3倍程度しかないから。 からこそダメージっていうのは当然伸び悩む。んだよね伸び悩むでそもそも論なんだけど内刀の場合って A 利派生は技量の補正 A じゃんか一方の申請とか演術は信仰の補正 B なんよで伸び率がそれぞれ違うじゃん。 B の補正っていうのは基本的に50がほぼ頭持ち。60ぐらいまではまあまあ伸びるかなって感じだけど、そこからもさらにね、伸び率悪くなるから、50までの伸び率が良くて、50以降の伸び率はすごく悪いっていう話なんだけど、技量補正 A の鋭利派生っていうのは、80まで普通にしっかりめに伸びる。しかも単一物理の基礎火力だけで伸びていくので、当然、見かけ上の表示火力以上に恩恵がでかいっていう部分も考慮すると、やっぱり やっぱり居合は営利派生で使った方がいいんじゃないかっていう結論になりがちなんですが、ここで一番重要なのは、表示火力とダメージの倍率のところになります。見て。1.82倍が技量15の時の営利派生。99の時はっていうと、1.99倍。確かに伸びてるんだけど、増加量でいけば、大した数字ではありません。よくよく考えてみて。居合って技量系戦技でしょ 表示火力に対して、もともとは1.82倍だったものが、レベルカンストまで持ってって、1.99倍にしか伸びてないんよ。逆の言い方をすると、技量に特化して強くなるはずの居合っていう戦技は、その技量によるダメージの増加っていうのは、MAX まで数値振ったところで、0.17倍にしかならんのよ。0.17倍。 で、一方の属性派生なんだけど、属性派生系統っていうのは、そもそもの話だよ。表示火力自体が、二つの混合属性になってるじゃん。物理と属性ダメージ。一方の鋭利とか重厚の派生系っていうのは、 単一物理になってるから、ダメージ計算がシンプルじゃん。物理に対して相手のカット率から、えー、算出されるものが、えー、そのままダメージになるのに対して、申請とか、演術とか、属性派生系統っていうのは、基礎物理プラス属性分、それぞれのカット率を二重で受けるからこそ、表示火力こそ大きくなるものの、算出されるダメージっていうのは、当然単一物理との比較、えっ、ー、と、バランスの調整が行われてっていう形で、えっ、ー、と、ダメージが算出されるので、 倍率が低いのは仕方ないんよ。で、見てもらいたいのは、その倍率が、なぜか進行によって徐々に上がっているっていうところ。ここもまたおもろいポイントよね。5、60で頭打ちになるっていう話したじゃんか、伸び率が。そこまで伸びてるんや、倍率。0.01ずつとはいえね。え、ダメージの増加も多少見られている。で、長々と表を見て説明してきたんですが、結論からいくと、戦技そのものが持っている、元々の固有の補正ステータスあるじゃん。 居合だったら技量だし、構えだったら上質系だから筋力とか技量。えー、そういったものが戦技に与えるダメージ、パーセンテージで見ると最終的にどのぐらいの比率なのかっていうと、もう数しか実音のところを言うとないよっていう、そこが重要なんだよね。で、もっと別の言い方をすると、今回は居合っていう戦技に着目したんで、居合がつけられる刀でしか比較性能ができないわけなんだけれども、これがどの武器にもある程度つけられる系統の戦技だったと仮定するじゃん。例えば 獅子斬り。子斬りは筋力系の武器じゃんか。でも、鋭利系のキャラクターで使ったって、その鋭利のキャラクターが使う武器の 基礎火力が高ければ、しっかりとしたダメージが出せるし、逆の言い方をすると、重厚系のキャラクターで獅子切りを使ったとしても、その武器自体の基礎値が低いものを選んでいたんだったら、技量系キャラクターが出せる獅子切りの火力に届かないっていう現象が起きます。要するに、戦技とステータスの関係性っていうのは、たったその程度で、えー、結局、相手に対してしっかりとダメージが出せる構成だったり武器っていうものを採用すれば、どんな戦技を使ってもらっても大丈夫なんだよね。 で、これ、検証が終わったところの、進行99のキャラクターが、えー、使う、演術の内型になります。えー、タリスマンの構成はね、えー、そのまま、検証の時と同じままなんだけど、えー、っと、技量特化の、永リ派生25の火力が1221でした。じゃあ、こいつが使うとどうなるのかっていうと、1353。 わかる。<laughs> 結局、これが答えないんよ。だから、属性系までしっかりと理解をしてもらった上で使い込んでもらえば、ま、あわざわざ進行99にする必要はないんだけど、わかるかな営利特化のキャラクターなんて簡単に上回る火力を出すことができる。これが結論になります。 まあ、こんな感じでですね、一般的には、えっ、ー、と、居合といえば技量、そして技量99の居合が最強だって言われるんだけど、えー、実際はそれをね、軽々と上回る火力を出すことっていうのは可能です。で、これはあくまで弱点特攻をついた、えー、話になるんだけれども、弱点、 としてね、えー、炎が弱点の相手とか、神聖属性が弱点になる相手ってめちゃくちゃ多いし、えー、逆にだけど炎が効かないんだったら神聖を選ぶ。神聖が効かないんだったら炎を選ぶっていう風に選択肢を分けられるっていう部分とか、もろもろ考えていくと、まあ、進行に33最低限振っているキャラクター作ってもらえば、えーっと、全然観測世界でも通用するダメージ出せますよとかって私が普段紹介している最大の理由は、まあ、ここになるといったところでございます。これが、えー、属性の選び方だったりだとか、派生系の選び方 だだだっっったりりととかののの選び方方てていいううころのままあ、ベースの考え方だね、えー、っていう形になりますで、うちのチャンネルで何でもかんでもさ、えっ、ー、と、技量とか筋力とか99とか80とかにしていない最大の要因は何っていうと、そこまでしなくても、えー、知識をフル活用してもらえば、えー、いくらでもね、えー、それらに匹敵する、あるいはそれらを上回る火力っていうのは出すことができるし、演術派生と炎派生、えー、とかの最大の違い、何かっていうと、 炎の比率が演術の打ち刀の方が高いです。炎派生っていうのは物理と炎、ほぼほぼ1対1の火力になるんだけど、演術は炎の比率が高くなる。神聖とかね。えっ、ー、と、その属性の比率が高くなる分、属性に特化した形でのね、えー、装備の構成っていうのが組みやすい。まあ、あサソリ、シカリ、霊薬、バフ系統、シカリだね、えー。あとは、まあ、炎だったら火を力をなんかもさ、えー、属性バフになるし、33進行吹っとけばシャブリリ使えるから全属性の火力アップできるじゃん。 だからそういうところもろもろ全部うまく活用してもらったら単一物理のキャラクターで運用するよりも火力が出しやすい場面っていうのは結構ね多く作られるので私の紹介している居、e、i のキャラクターは、えー、大体がね、えっ、ー、と進行特化みたいな感じで運用しているパターンが多いです。まあ、技量系のキャラクターでね、a i 使うパターンももちろんあるんだけど、技量特化のキャラクターだったらね、もう森人の喧騒に勝てる武器ないから森人の喧騒使っときゃいいんじゃないっていう感じもするんだけれどもまあ、そういう細かな話は置いといてですね、これがいわゆる 属性とビルドの相性だったりだとか、戦技とビルドの相性のお話でございました。たかが知れてるんよ。この戦技使うときはやっぱ筋力系のキャラクターだよなとかっていうのが、ゼロってわけじゃないんだけど、別にそんなのにとらわれなくていいです。そういう固定観念にとらわれる必要はなくて、いろんな戦術っていうのを自分の中で組み立てていってもらうっていう、その、えっ、ー、と、知識に基づいた考え方っていうのがね、えエルデンリングにおいては何よりも大事かなというふうに私は思っておりますので、ぜひね、こういった まあ、処方的なところではあるんだけれども、この処方を理解されている方っていうのはほぼいらっしゃらないと思いますので、えー、改めて、まあ、いろんな戦技、いろんな戦技の、いろんな派生系とか、いろんな武器での、えー、運用の仕方っていうのを皆さんなりに模索をして、えー、自分なりにね、えー、いいやり方っていうのをぜひ見つけていただけたら幸いだなというふうに思っております。はい。というわけで今日はね、もうほぼ座学みたいな話になっちゃいましたが、これがね、えー、派生の知識、えー、ビルドの知識に、えー、かなりね、大きく影響してくるところになります。 いますので皆さん、えー、独自のね、えー、あり方っていうのを一つ模索してみていただけたらと思いますはいというわけで今回はこれにてお開きとさせていただきます次回の動画でまたお会いいたしましょうバイバイ